いがあるっていうかさ、なんかこう、インフルエンサーマーケティング始めてさ、もうあっという間になんか爆発して、はい、なんか、ここのところも、もう聞けば聞くほどにさ、とんでもないお金使ってんじゃん。まあ、そうですね。結構使ってますね。だってあれだろ？なんか前に言ってたように、去年1年間かなんかで、その案件で頼んだのが日本一の会社なんじゃん、あんたの。2020年度は、うちの会社がまあ一番なんですね。で、1月からその月は、あの配信、インフルエンサーパワーランキングっていうのが出て、企業の、企業案件の再生回数ランキングは、1から3月だと日本で今5位なんですね、うちの。はぁ。1位が本当、荒野行動とか、なんか本当、ああいうクラスになってきてるんで、で、その中に落ちるマジ牛タンっていうのがあると、あなんか感慨深いなって、だからこれまあ1位もちろん目指してるんですけど、なんか感慨深いなって、その時の、いつの間にか、なんか、ここも変わったな、みたいな。え、ここ半年ぐらいで言うとさ、どのぐらい金使った？半年ですか。半年、1億弱ぐらいは、今入ってますね。広告費で入ってますね。すごいなぁ。偉いことやっとるよなぁ、だけど、ジョー君はなぁ。